ご視聴ありがとうございます。ハレルヤプロスの斉藤智晴です。ハレルヤプロスの原根健太です。始まりました MTG 対戦バラエティハレルヤコンバット。今回は、僕智晴と原根健太選手で進めていきます。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ワールドマジックカップ優勝おめでとうございます。ありがとうございます。いやすごい、夜中観戦してて原根くんがもう日本代表で優勝してくれてすげえ嬉しかった。あ、本当ですか。うん、原根選手のその優勝記念緊急インタビュー動画っていうのが、あの津村健二、同じハレルヤプロスの津村健二とたくさん話してるのが別の動画で上がってるんで、うん、ぜひ皆さんそちらも、はい、見てみてください。その動画の中で多分あんまり触れてないそのところで気になったのが、はい、ワールドマジックカップって俺行ったことないんだよ。あ、そうなんですか。そう、はい、で雰囲気とこのプロツアーと比べてどんな感じだったのかなと思って、はい、そうですね、やっぱ一番違うなと感じたのは、まあ、本当にもう一致団結して戦おうという代表としてこの3人で勝つぞって意気込みがすごい感じられる。なるほどなるほど。来年も出たい。そう、出たいですね。もう見てたら出たくなったやっぱり。で今回なんですけど、はい、スタンダードで対戦しようみたいな、はい、ことなんですけど、はい、スタンダードの対戦自体は、まあ、やっぱちゃんとやりたいじゃん。でも、ね、今のタイミング何で先手後手決めるのが面白いかなって考えたら、はい、ランドゲームで先手後手を決めようじゃないか。このゲームの勝敗でもって先手後手を決める。はいはいはい。お願いします。じゃあ作業のゲーム先行先手取られました。ランドゲーム。はい、じゃあ名前チェックします。はい、キープしましょう。キープです。お願いします。はい、お願いします。島を置いて終了です。やっぱりあのデッキなのかな。青いという字が美味しかった。ダメ、ドローとかして。山、はい、フォーマット出た、アタック、はい、19です。いいスタート。嬉しい、一番嬉しい、うん、最高です。ポリ、はい、ドロなるほど。まあ、多分こいつで今まで1000枚ぐらい引いてるもん。1000枚そんな使ってないんですか。多分50人も見てない。片端すげえ回したかも。ポリです。おお、これは嬉しい。テンポロス、ボーマットがまだまだ殴れる。はい、ドロー。ボーマットタック。はい、出なかったクリーチャー。18です。え、出るよクリーチャー。あ、その剣だでもうノリノリかと思った。カーリテルが。カーリテルの方がダメージ入るから。17。なんか優先することになってる。はい。マリ。お分回り。じゃあセカンタ。天井分回り。ああ、なるほど。もらっとこうかな。はい、やばいな、もう出来上がってる可能性があるかも。お、出来上がってない。出来上がってなくてもないな。天使を今しトロー、はい、ラブラックルイ、はい、マスク除去ってあるか。はい、でもキープしな。いや、これモンキーでかい、もうカリス見えない。これもロディガーでそっからリズムとモンキーで3点、4点、4点、13です。13だいぶ弱くなる。いやー、釣られちゃうとかでも惜しいよね。フロックの方だと1点。はい、19。これです。あ、そう、預かった。はい、うん、いらない。はい、うん、お、もう死んでない。はい、単体の白押しは結構祈る感じになるんだよな、こっちが。ですね、こっちの方が動きが丸いから、そっちの方が、いや、うん、終了です。土地がまだない。土地ない。土地が。
たまにあるんですよね。これやばいね、土地も天使もないから。これでもこれでも勇気がない。わ、1点。はい、12。楽しくいこう。いきます。はい、手をかかして、かかして、それでまた大きい出て6点。はい、残り6です。天使が今天使落ちなかったのでちょっと安心みたいな感じなの。そうですね、ないですね、なかなか見えない。確かにそっちから見たらきついけど、こっちはもう次のターンで勝てるんじゃないか雰囲気は。どうします。はい、お、あ、じゃあ倒さないかおって言っちゃったはい、ハズレと出して、はい、これまずいなこれ焼いて、すごいショックドッグで、ハズレとチャンプするしかないから、これでモンキー出して5点入った。あ、でもショックで1、2、3、4、あ、勝ってるか、前ショックでクローズしたから最強、はい、最強トップ負けました最強トップやろう。お願いします。負け戦はもう絶対の方だからね。これはキープしようと思います。キープで小手で、これは嬉しいけどこれは嬉しくないから、やるか、やる、やる、いい理由のが多い、やりますはい、じゃあいきます。リスキープ、どうぞ。行事の剣、はい、はい、これ出てくるとそんなに勢いないハンドでもまあいいかなみたいな確かに感じですね。実際にサイドボードがドラゴンを止めるのがいいです、うん、これをもらってドラとします。どうぞ、うん、今度は1回、はい、19です。はい、うわそう、序盤のねクリーチャーがなかったんだよね。なるほど。氷河の城塞から基地の勇者、はい、誘発、はい、で、そっか、一応パワーマイナスとかすれば、そうです、あの、まあ、ディスカードだけの損魂の窓、損魂窓士がいるときにちょっと当たると0枚になっちゃいますね。熱いね。というか、MO でディスカードして負けましたやっちまったって言ってそれは結構豆知識だね、知っておきたい。はい、基地の勇者と三音長官を捨てて終了です。はい、ショック、はい、焼けました。どうぞ。19、はい、ドロー、ペロキナ、はい、回復なしです。ペロキポリです。はい、ドロー、ドローを打って終了です。はい、倒します。はい、緩やかな展開だな。つまり勇者で
帰ってきてこしゃくられるっていう。サイドボードは結構そういうので、ね、感じになります。で、ケビンを出してまず1点抜けながらやる展開を取ります。まあ、18です。されました。はい、どうぞ。これだと必ず4枚入ってるよね、押し棒押しってね。そうですね。もう3の人とかもいるかな。あ、もうメインに入り出してくれるです結構使えるメインに入ったよな。そう、結構味が出るカードです。この環境大体除去とか腐らないもんね。クリーチャーがいっぱい使われてる。そうですね。いや、17で、ハズレット出して点回復です。18、うん、フォーマット出してさらに1点、19とりあえず味がする強いね。これを置いて、うん、処罰の天地でハズレットを対処、めっちゃ怖いが、殴りますね。治療です。フォーマットは乗せられそうそうね。お、あった。あんまりいいね。いや、結構ありますよ。あ、意味あるね。今めっちゃ意味あるじゃん。6マナでこれだから、すごいいいと思います。すごい、まあ、初手から、そう、初手のいい理由の方じゃ消しちゃうかもね。じゃあ消します。はい、お互いです。追放で出入者2枚いきました。あれ、いや、ごめん、全然良かった、全然良かったドロー。寝ぼけてる説。なお、今、早朝に収録してるわけじゃないから眠いわけないなと思って。匠は軍力を消します。はい、あー、なるほど。はい、はい、まあ、1枚ぐらいならいいか。はい、処罰天使、はい、16どうぞ。よろしくお願いします。はい、ありがとう。はい、1点回復します。20 OK。爪の天使いきまずゲロゲロおっと、出ていく。はい、ブロック火力で1日見てるかな。飛ばすだけアタックします。中3、あと4点ですね。爪の天使は12どうぞ。絶対絶命っぽいわな。やろう。結構すごくなってきた。こうなると昭和の天使の匠の背が5になるので結構対処されづらい。これはもうボーマット出して権限に21。こっち出して、はい、2体でアタックで1枚。はい、とりあえず自分のは大丈夫で、それはボーマットをそのままにブロックして。どうですか。作ります。5点16。うん、ペロキトン。なるほど。あ、ゲームなし。はい、ただ4、6、8、10、12点終わってます。終わってます。終わってます。そうやってね、冷静に何点あるかなって数えられたら負けっすわ。リュウジの権限が結構じわじわ効いてくるから。強いね。はい、はい、お願いします。インタしたゲームは全部勝った。中田の一番のプレイポイントはマリガンだから。いや、マリガンだな。マリガンしよう。悩ましいところですが、まあ、一応ハメパターンが存在するためやってみようかな。やってみようかと思います。これはキープです。じゃあスプレー。はい、スプレーで。はい、はい、かわいい方どうぞ。サック19。欲しいんだよ。はい、
しようかなっていう感じです。これはどうしようかな。選ぶこと多いよね、そのデッキ。1枚選んでってる、2枚選んでってる。はい、どうぞ。天使やろう、どうします。はい、します、1点。はい、18です。はい、1問ぐらい行きたかったんだけど、これで、ね、まあ、これでも終わるだろう。終わり。1点くらって、はい、17です。どうぞ。逮捕、これ警官なの？警備員。警備員。どっちかというと追放みたいなね。追い出されてる。ああ、そう。今何だね。使って、どうかな、使って。はい、3点入って14です。はい。リッチ。スッ。はい。次に殴れない。どうぞ。どう。はい。青白っていうデッキあったらもっと根性いっぱい入れていいかっていう気になるんですけど、こいつと昭和のテンションせいであんまり相性良くないです。これで。はい。終わりです。あ、よいしょ、はい。これレスポンスって、これ打たなきゃだ。あー、なるほど。いいでしょ。じゃあ、ロープレスポンスして。変わんなければ、お前、これ。また、カード選んでいく前。これ打って、うん。で、これ打って、で、スタックで、あ、で、1点入って。そうで、1点与えたい。1点与えたいってことかな。一緒でいいか。ごめんね、はい。じゃあ、こっち今13。ポケットしてる。どうぞ。はい、じゃあ戻っていく点です。19ですか。あ、いいの戻るじゃん、普通に。普通に戻ります。普通に戻って、はい、19。はい、ほら、ここで1点かけて18。全部足りよう。それで猿が出てきて、はい、1点17で、これで1枚。はい、もう群青、群青知らない。群青知らない分。3、5、7、8、5待ってる。6、うん、引いとこう。行きます。じゃあ3、4、5、7、8、5です。回復して10を超えました。終了です。よいしょ。で、ドロー。はい。はい。ザッ。あんまり入ってないですね。しかし。優勝をお願いします。はい。なってしまった。猫ちゃんを戻してきて、一応いて終わりです。とっても厳しいな。チャンピオンが一枚やるね。はい、墓地で影響するのはチャンピオンと、あと釣ったら天使が強いって感じです。めちゃはい、釣ってきました。終わり。もうほぼ負け。じわりじわりと。で、猫と手をつけて、終了です。終わりです。
クロタ、ドロー、ゴマナ、はい、ペーパータイガー取り出します。じゃんけんに持ち込んできたから。はい、というわけでお送りしました。今回のハレリアコンバットいかがだったでしょうか。ボロボロにやられちゃいました。さすが世界チャンピオン。今週末ザ・ファイナルズ2017があるんですよ。ファイナルズ何年ぶりなんだろう、多分6、7年ぶりぐらいの復活で、はいはいはい、大昔にファイナルズ優勝してたことがあって1999年のファイナルズかな、はいはいはい、ミレニアムファイナルズのチャンピオンだったんですよ。そのトーナメントで勝つってそのきっかけというか、通用する実力を持ってるんだっていうのが、うん、持てるだったら全然変わってくるんで。そうだよね、ビッグタイトルを取った自信っていうのはやっぱそうですね、その後生きてくるし、やっぱり一回その勝利の喜びを知るとその後もその勝って喜びたいっていう自分に意識が芽生えるから、練習とかもね頑張れるしね、うん、結構自信持ってプレーできるきっかけになると思って、こういう大きなイベントはどんどん挑戦してほしいんですね、うん。あとね、その次の日、ファイナルズが12月16日土曜日、はい、12月17日の日曜日がスタンダード新挑戦者決定戦があります。神に挑戦できる権利を、獲得できる大会。この前、おかいくんが神になりました。あなたが神かもしれないっていうイベントなので、ぜひチャレンジしてみてください。ハレルヤチャンネルからの告知が1点ございまして、現在登録者数1万人以上集めて、あのハレルヤコンバット in YouTube スペースというところでの撮影の企画をあの進行中です。そちらの方にその先ほど言いましたとおり1万人の登録者が必要でして、あのもしよろしければチャンネル登録の方をぜひよろしくお願いいたします。マジック広めるチャンスと思ってよろしくお願いします。じゃあ今回はここまでってことで、はい、そうですね、はい、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。